さあやってまいりましょう。手持ちのツムをすべて紹介し終えるまで終われません。続きましてはピノーキオ、2種類のツムをまとめて消すよ、うん、必要ツム数がどんどん減っていくというツムですね。ただ19個から20個ってどっちかに決めんかいっていうことだと思うんですけど、まあそういうわけでもない感じなんですかね。はい、まあ、早速ちょっとピノキオが多めに出てきてくれたんでありがたいですね。こういうね、こうなんかマイツムとして選んだなんかツム消去ツム数が多めに必要なキャラって意外と出てこなかったりしますからね。ほうほう、ダンボと、あ、何でしたっけ、ピートでしたっけ、このドラゴン、はい、を一気に消してくれましたね今ね。なんか あの上から糸でツールされたかのような感じでカッポしていきましたけど、もう一回やりましょう。テク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 にしてもあれですよね。まあ人形とはいえ命を吹き込んでもらったから、ああやってこうね、ゼベットおじさんと一緒に生活することができるようになりましたけれども、嘘をついたら鼻が伸びるってなかなか厳しいですよね。こんな世の中嘘がはびこっている中で、嘘をちょっとでもついたら伸びてすぐにバレてしまう。お前か、わしのプリンを食べたのかって犯人探しされて、うん、僕食べてないよって言ったとしても、鼻がニューって伸びたら、お前が食べたんやないかーってすぐね、分かってしまったりとかね。まあ僕もね、よくね、しょうもない構想ね、嫁さんに言ってね、すぐに表情に出るんで、あ、嘘ついてんなっていうのがすぐにバレてね、それちゃうやろって突っ込まれてね、あ、その通りでございます、申し訳ございませんでしたっていうね、雨にね、結局なるんですけどね。まあ、だからね、皆さんね、鼻が伸びる伸びない関係なくね、結局ね、人間嘘ついてはいけないですよっていうね、まあそういう戒めのお話でございました。自分の体験談からでございます。全然エクスペリエンス足りない、400しかいかない、520ってなかなかですよね。多分300万点くらいいかないといけないんじゃないですかね。そっか、550に届かせようと思うと400万点くらいいかなくちゃいけないですかね。いつも使ってるツムだったらいけるかもしれないですけどね、なかなか厳しいところですね。はい、ということでですね、ピノキオは2種類のツムを一気に消し去ってくれる有能なツムでございました。ではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。